正月三が日も暖かい日が続き、今日は特に風もなく静かなのにやってきました。朝から阿漕浦を聞いて寒中水泳が披露されるからです。見に来ていた3人の孫たちを連れての見学です。砂浜には切り揃えられた材木がたくさん運ばれ、次々焚き火が燃やされました。真っ赤な炎が今から泳法を広げる人たちの緊張をほぐしているようでした。1月11日は成人の日でもあり、若者たちが鉢巻き姿勇ましく水着姿で次々に現れました。肩の力を抜いてやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日ここに寒中水泳を行うことを喜んでおります。寒海流は津の無形文化財でございます。寒中水泳が成人の日という記念するすべき日に行われますことを心からお喜びを申し上げたいと存じます。寒海流秋水会の会員の皆さん約40名ほどが代表者の挨拶から始まり、緊張気味です。津市の無形文化財でもある日本式泳法寒海流は1852年に津波に伝わったとされています。地方師範代代表による寒海流の流人祭りの儀式が行われ、海の安全が祈願されました。まず師範の一人が先陣を切り、寒海流の模範演技が披露され、伝統文化の伝承が次々と行われました。体力の消耗が少ない遠泳に適した泳法だそうですね。次々と若者の威勢のいい声が響き、ゆうよーこーれ、ようゆうこーれ、ようゆうこーれ、元気な声が響きます。
小学生の頃からお母さんに英法を教わり、現在まで参加している大学生の女性が、今年も泳ぎながら天に向かって見事に弓を放ち、大勢の観客から拍手が送られました。昨年の流行語大賞には新という一文字が選ばれました。今年も新しく変化していく年を期待したいものです。